私はここですよ。客が来たぞ。寝床は仏まで十分じゃ。筋肉了解。進め、我ら筋肉隊。くださいよ。ここは本願寺総本山であります。その筋力。いや筋力、そこが知れません。死ね。圧倒が多い。
これですよ。どうもここは趣味の合わない場所です。お疲れ様です。筋肉体よかったのへそくりを守るのじゃ。床の上にて腹筋開始。筋一万回始め。敵も相当の筋肉を持っているというか、あなたの肉体が眩しいであります。天女様、この方々を倒すのでありますね。あっちの方がおる。領土の沙汰も金次第で。ああ、なんもろいですか。節操の筋肉に欠けると思うことがありますか。お疲れ様です。修行、いや腹筋が足りなかったか。
足元がおる。天女様の筋肉が腕を上げているであります。かわいそう、皆さんここで死ぬのですよ。あっちもとがおるし、逃げてくださいよ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 。死ね、死ね、死ね、死ね。知るであります。死ね、拙僧が本願寺賢女である。この世に帰るものはない。ぐわあああああ、金の力で何でも買うのじゃ、筋肉を買うのじゃ。その下品な笑いは勘に障ります。金じゃ、金じゃ、ほれ拾え、金じゃ、金だ、金だ、金女様、金だ。しかも波紋じゃ、この世から波紋じゃ。願いとか楽しめそうですね、とても。これは俺の金だ、誰にも渡せねえ。いくらでもあるぞ、ほれ拾え。金の使いどころ見誤ったか。ああああ、痛い痛い、苦しい苦しい。あれに見えるはつまらないよ。やるぞ、丁重にお出迎えしてやんな。何、ちっとばかり乱暴でも構えやしねえぞ。承知いたしましたぜ兄貴。
光秀様、やっぱり怖えよな。俺は明智軍ですってば。死ね。ごちそうさまです。死ね。ごちそうさまです。この命、兄貴に預けたんだ。死ね。負けはしねえ。ごちそうさまです。痛むのはてめえをぶっ殺してからだ。ごちそうさまです。やるぞ。海で鍛えた底力を見せてやんな。国の恋人には伝えとくぜ。ほわはれ、さぬきよし、進め。まとまは一つじゃねえぜ。まだだ、兄貴と一緒に海を渡るんだ。これですよ。ごちそうさまです。兄貴、楽しかったぜ。死ね。死ね。ごちそうさまです。海賊を甘く見てると痛い目見るぜ。ここは飽きた。向こうへ行くとしましょう。うちで一緒に宝探ししねえか。光秀様、俺たちは殺さないで。鬼から逃げられると思ってんのか。もっと付き合ってください。釣れないです。今こそ兄貴に恩を返す時だ。旗を上げよう。この地、我が軍が制圧した。死ね。ごちそうさまです。作った城ぐらいいい気になんなよ。
でごちそうさまです。あっちこがおるし、兄貴の足引っ張るんじゃねえぞ。見たか、こいつの最新型よ。どうやって動いてるんだ。蜃気楼でも切ったのかい？死ね！お宝がないなら命いただくしかないぞ。様です。死ね！我ら、それでも光秀様に従うまで。こいつで遊んでみるか？こんなカラクリ見たことねえ。相手になんねえか？鎌倉きなげきの歌よ。バカな、俺らの技術の結晶が。なんてことしやがる。腐ったらが。打ち取った。逃げたい者は逃げるがよい。これで死ぬ。圧倒とかおるし、押すのだ。一気に攻め落とす。皆さんもお好きで。あれどう、今すぐ逃げろ。冗談じゃねえぞ兄貴。俺たちはどこまでもついていきます。光秀様、こっちに敵がいますってば。深海の淵だ。ちゃんと海に流してやる。安心しろ。兄貴、あんたについてきた。やめた。もう少しじらした方が良かったでしょうか。信じてるぜ。大船に乗った気で任せな。はい、しょっぱい手だぜ。
お名残惜しいですが、本日はこれにて。海賊には海賊の意地ってもんがあるのよ。俺らを煽ってんのか、舐めてんのか。恨んでください。憎しみもまた格別、うん、これぞ蝶のように舞い、蜂のように刺す。身の程知らずの田舎者がよ、分かってんだろうな。この超速壁元近を楽しませろよ。俺と出会っちまったのが運の尽きよ。こいつの実戦投入は今回が初めて。あんたで試させてもらうが構わぬかな。いい宴ですね。あなたの技を確認しよう。あなたの海の上よりも涼しい。ああ、見ろよ。そこまで近いぜ。ごちそうさまです。ああ、痛い痛い、苦しい苦しい。ご機関である。我らお待ちしておりました。溶岩の厚さ、おもはんに耐えられっか。宴です。さあ
楽しみましょうか。なんだこりゃ。溶岩。溶岩は体力を消耗させます。近寄るな、賢明。守るも実に難しか。拙者の死に場所か。これですよ。よい眺めよ。敵に囲まれた。バチキュスか。ご主様です。島津の兵を確認。警戒なされ。まずは一人。なんとぞ。ご武運を。死ね。楽勝。さあ次行くぞ。敵将も去ることながら至る所に伏兵。一筋縄には行きませぬな。ご主人様です。死ね。光秀様。死ね。俺たちは1 23 4 5 五本槍。一に戦術。二に連携。三しもあって、五本槍。人たちで仕留めるつもりでいいじゃい。ものを食いたかった。様です。ごちそうさまです。気分に出そうろう。全滅だ。ちょいと脆すぎやせんか。死ね。敵の攻撃撃破。落ちこたえろ。今日の光秀様は危険がようござるな。様です。様です。敵に囲まれた。万事休すか。死ね。
水出様、この癖さえなければな。そろそろ決着はつけん。私はまっこと命を惜しまぬ男よ。様です。お楽しみには前座も必要です。島津殿、先に行くぞ。死ね。溶岩こそがこの地最大の武器よ。厳しか安く崩れる。それがしと思うなよ。戦場を完全に掌握している。
数多くの悲鳴が聞こえます。次元流とどっちが上に、島津が魂はコンタジじゃ。おまはんが魂、わしに見せてみ。おいが次元流にて相手します。あなたのその目が気に入らない、いっそえぐって取り替えましょうか。おお、怖い、殺されてしまいそうですね、私。さあ、抜けるもんなら抜いてみせ。おいを手加減ば知らんが、そのつもり。そろそろご馳走としましょう。戦地に行き、戦地に死ぬ、それだけじゃ。鎌倉木嘆きの歌よ。魔法にします。我らは勝てるのか。そうで死ぬ、本望じゃ。はあ、痛い痛い、苦しい苦しい。you
聞いた人ね、ザビー島へようこそ。バラ色パラダイス。名誉な、これは海の向こうの文化か。どうもここは主の場所です。皆さん、頑張ってやっちゃってね。プレッシャーザビ。祈ってもダメな時はダメなのです。異議あり。被告は信者を倒しすぎている。悔い改めよ。右手左手。ごちそうさまです。いやよ、愛は力に屈しないんだから。私が作った傑作ね。私の科学力見せてあげましょう。おお、これが南蛮人か。挨拶をすれば。そう簡単にご会長はさせませんのことよ。敵をよく見なさい。だんだん近づいてきます。大丈夫ですか？これ、ピロチンいます。当たるととっても痛いね。あっちこそがおる。光秀様、こっちに敵がいますってば。ごちそうさまです。幹部になれますよ。
あなたの実家に腐ったイカを送りましたよ。浜です。あなたなら教祖になれますよ。100両で売ってるよ。悲しいね。でも大丈夫、ザビーがこれで愛を教えてあげるね。レッツゴーザビー。世界人類、愛みなぎって逃げてあげる。笑いが止まりませんよ。ザビー様にかなうと思ったのですか。思いません。鎌倉き嘆きの歌よ。素晴らしいですか。さっそく消えなさい。アーメン。こんな豪快な。いい、恨んでください。憎しみもまた格別。ごちそうさまです。おー、あれが噂のサンズリバーね。ごちそうさまです。あっちこっちおる。はぁ、あ、痛い痛い、苦しい苦しい。
ご帰還である。我らお待ちしておりました。死ね死ね死ね。ごちそうさまです。死ね。ごちそうさまです。負けやがれ。俺様は武蔵、ヤモト武蔵。この島は俺様印の島。出ばなんかねえぞバーカ。俺様手製の策を仕掛けてやったぞ。これでイケメン食らいやがれ。俺様印の罠を仕掛けてやったぞ。絵を檻に閉じ込めてやら。今だ、トゲトゲ出てこい。なんだよ今の、もう一回やらせろ。ああ痛い痛い、苦しい苦しい。さあ、七に赴く船が出ます。全軍、船に乗り込め。急ぐのだ皆の者、一兵たりとて船に乗せるでない。様です。あっちがおる。何をしておる。進め。恐れなど抱くでない。敵は弱兵ぞ。一気に蹴散らせ。乗船できたぞ一番乗り。船に乗せるなとあれだけ言ったはずよ。そなたら失策の処罰は覚悟の上か。よいか、我の期待を裏切る。やったぜ。船に乗ればこっちのもんよ。敵だ、敵が来たぞ。早く船に乗れ。
早い。毛利軍がもうここまで。毛利軍に囲まれました。助けて。ごちそうさまです。旗を上げよう。この地、我が軍が制圧した。ひるむな。乗り込め。乗り込むんだ。守る。兵をなすまで、たとえ捨て駒になろうとも。毛利軍と遭遇。まさか作戦が読まれてる。こっちに敵だ。さすがは毛利元就。拙者の死も策のうちか。まだ半分。これじゃ高松城は攻められないぞ。お名残惜しいですが、本日はこれにて。そう、今までは執行できる。毛利軍に囲まれました。助けて。道を下げ。一兵たりとも逃すな。私にも残しといてくださいよ。死ね。死ね。走れ。船に乗ったらこっちの勝ちだ。貴様ごとき我が歩んだ道を覆せはせん。我が隊乗り込み完了。後続隊急げ。それで我をやり込めたつもりか。こんなところに毛利軍が。聞いてないよ。クソ、やられっぱなしだと。慌ただしいことですね。ああ、いい。骨は拾いません。ごちそうさまです。この活躍、敵陣営にも知れ渡りましょうぞ。大丈夫ですか。ごちそうさまです。光秀様、俺は明智軍ですってば。勝利を信じろ。必ずや我らが勝つ。情けなし。采配を振るうもままならぬ。ごちそうさまです。敵を前にその体たらくを晒すか。恥を知れ。誰が夫人を崩せと言った。ごちそうさまです。あと少し、あと少しで出航できるぞ。貴様程度の知略では我にかなうまい。我が名は毛利元就、一輪の申し子なり。明かりの砂をこぼさぬごとき慎重に進むなよ。光秀様、俺たちは殺さないで。
様です。もっと付き合ってください。釣れないですね。様です。我ら、それでも光秀様に従うまで。打ち取った。逃げたい者は逃げるがよい。押すのだ。一気に攻め落とす。皆さんもお好きで。我が勝敗に回復するな。これしか。我は幾度となく乗り越えた。あなたと私の故郷は同じ腹渡から生まれた皮肉の香りだ。言わせておけば。いきなりよって。無策の覚悟とまで無謀この上ないわ。所詮は我も駒の一つ。ああ、痛い痛い、苦しい苦しい。無本でござる。明智殿の無本なり。敵は本能寺にあり。光秀、是非もなし。様で不利など認めぬ。持ちこたえろ。早く切れる。それがしと思うなよ。陣形を崩すな。取り囲むのだ。ああ、いい。俺だけの数を相手にどうすることもできまい。仲間で仕留め。何をしようんだ。我らに退路なし。生き延びたければ戦え。光秀様、なぜ裏切ったのですか。最初から裏切るつもりだったんですか。時はよ、敵に情けは無用ぞ。恐れやんだ。数は我らが圧倒的に上よ。血祭りにあげてやろう。
悔しいですか？悔しいですよね。謀反を起こされて悔しいでしょう。うつけ、地獄の淵を見せてやるわ。落ちる。このような場所では終わらぬぞ。これですよ。皆さん、もっと頑張って殺してください。わかりました。信長様に逆らった地獄、しかと見ていけ。骨は拾いません。光秀様が笑っている。狙いよし。てい、あんたはそういう人だ。そういう人だよ。この活躍、敵陣営にも指令を渡りましょうぞ。いつかはこうなると思ってたよ。仏様の祈り突きだった。光秀様、やっぱり怖えよな。様、俺は明智軍ですってば。拙者を倒すか。面白い。俺は最初からあんたのことは信じてなかった。貴様、死してなおも滅せよ。降伏は許されるか。ならば道は一つよ。大丈夫？なんと援軍を断たれたか。撃ち尽くせ。最後の一発までくれてやろう。光秀様、今日は機嫌悪そうだな。いい気になるな。もっと付き合ってください。釣れないですね。撃て。出ればよかろうなのだ。何をしておるか。止めろ。ごちそうさまです。死ね。死ね。圧勝がおる。いざ参る。もうがままにこうあげよう。フフ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 
死ね。難しい。うぬが浮世の傷を断ち切ってくれるわ。我は織田信長ぞ。愚か者よ、ここで死ぬ。あんたがここにいる。我が目を疑いそうです。我が前に立つ全て塵と化す。鎌倉きなき全て遠よ、消えゆくものよ。滅せぬもののあるべきか。はあ、痛い痛い、苦しい苦しい。キャツラごときに栄光門はくぐらせん。それ閉じるのじゃ。あの巨大門こそ王城が要、栄光門。閉ざされては進撃もままなりませぬぞ。慌ただしいことですね。死ね死ね。我らそれでも光秀様に従うまで。堅牢なる城に堅固なる守りあり。討ち取った。逃げたい者は逃げるがよい。死ね。ご苦労様です。死ね。城を落とせると思っておるのか。栄光門ある限り
にわしは破れん。重厚なる栄光門、そうも来撃は大きい御船だな。宴に間に合いまして、突破されちゃった。押すのだ、一気に攻め落とす。皆さんのお好きで。光秀様、今日も相変わらずだな。防衛、儲けこそ最大の攻撃なり。玉
様です。もう少しじらした方が良かったでしょう。お名残惜しいですが、本日はこれにて。大丈夫ですか？これぞ蝶のように舞い、蜂のように刺す。これ、神様です。あなた、もうおしまいですね。道を下げ、一兵たりとも逃すな。私にも残しといてくださいよ。これですよ。光秀様、今日は一段と楽しそうだな。あの子、もう一度会いたかったね。てくださったら、ごちそうさまです。北条家はごちそうさまです。永遠なり。早すぎる。それが人を思うなよ。ごちそうさまです。一平将軍は相手にならんか。本にわしは兵に恵まれんわ。それがしも枕を並べて朽ちる覚悟。次しろ。この北条氏政、
誰にも私はせんぞ。せや、お守りくだされご先祖様。これがわしの何は武士じゃ。あなた、誰でした？こんな露骨に、なんての印をするんじゃ。若いわ、年季の差を見せてくれるぞ。わしは肉より魚派じゃ。先祖様がたま勢ぞろいじゃ。はあ、痛い、苦しい。ここが伊達の本拠、すり上げ原。竜が住むとされていますが、まことでしょうか？血の香りがしますね。この総竜神があんたに敗れるかね。やれやれ、総竜神を仕掛けるとは。正宗さん、あの者には少々荷が勝ちすぎませぬか。調子に乗ってるとわかるだろう。血の利は俺らにあるぜ。抜けられはしねえ。珍しいな、お前にしては乗り気じゃねえか。俺らの頭が誰か分かってんのか。たまど、まさまさ、ここはこらえ時でございます。死ね。今この時に命を懸けてんだよ。たまど、光秀様、俺たちは殺さないで。たまど、せっかくのパーティーだ、派手に楽しめよ。たまど、何人たりとも政宗様には近づけさせはしねえ。伊達軍に殴り込みた、いい度胸じゃねえか。大丈夫ですか？もっと付き合ってください。釣れないですね。盗んだ軍馬で走り出すぜ。
かまどか。竜が炎を吹いている。これが総竜神、我らを葬り去る竜か。おっと、ここを通すわけにはいかねえな。てめえの相手はこの片倉小十郎だぜ。この小十郎、伊達に右目と呼ばれてはいねえ。右目を名乗るのなら左目はいりません。暗闇の中に光が一つ、それだけが俺の正気をつなぐという。分からなくても構えやしねえさ。何が俺の心をざわめかするか。体が冷えてきて、やれ、凍えそうだぜ。小次郎、あれらも頼むぞ。チッ、あばよ。無論、政宗様は茶でも飲んでいてください。チッ、引け小次郎。ほっ、死ね。出番ってわけかい。鉄を倒したら祝い酒だ。
取った。逃げたい者は逃げるがよい。皆さんもお好きで。よう、あの世行き決定だな。これ自分様です。出迎えの準備は万全だぜ。政宗様、この小十郎がお供いたします。オーケー、気合い入れてついてこいよ。うせな。お行儀の悪い男様は押し行きだ。お預けの末の獲物として極上ですね。覚悟は当にできてた。小十郎、てめえの行く先は地獄じゃ済まねえ。私はどうでもいいのですよ、天下など。俺の首を取るにはまだ軽いんじゃねえか。ち、不覚を取ったか。耳を澄ませろ、俺の心臓はここだぜ。行き先は分かってるんだ、焦ることねえ。はあ、痛い痛い、苦しい苦しい。ハハ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